おまけでちゅ。どれにちまちか。私は夢を見る。あの変わらないと思っていた日々を。あの社長。冗談で抱きしめられた時のぬくもり、あの人の肩の広さ、あの人の心臓の鼓動、あの笑顔、私の胸の鼓動、私の心の乱れ、伝えることのできない思い、あの人のそばにずっと。今まで働いてきたどんな上司より私は社長が好きでちゅ。飲み交わしたお酒、少しだけ素直になれた。少しだけあの人の心に近づけた気がした。誰に対しても厳しく、自分に対しても厳しい人でも、誰よりも優しくて、誰よりも苦しんでいる人。私にはあの人の苦しみを癒すことができなかった。あの人は今も苦しんでいるのだろうか。今の私はそれすらわからない。私は夢を見る。静かな住宅街の一軒家、小さいけど庭付きの真っ白なお家。のどかな休みの日、遅く起きたあの人は私の入れたコーヒーを飲みながら新聞を読んでいる。そんな姿を見ながら、私は真っ白なシーツを物干し竿にかけて軽くはたくんでちゅ。そうしたら奥の部屋から赤ちゃんの泣き声が聞こえてきて、あなた、まーちゃんおっきしたみたいだから見てもらえまちゅ。まーちゃんの前だとあの人も私と同じになりまちゅね。あの人が泣いてるまな娘を抱っこして、あやしながら庭に降りてきて、そろそろお昼ご飯の時間でちね。私は縁側に腰掛けて、愛しい子におっぱいをあげるんでちゅ。あの人は寄り添って隣に座ると、微笑みながら言うんでちゅ。ええ、洗濯物もよく乾くでちゅ。おっぱいあげ終わったら、お昼ご飯を作りまちゅね。いいんでちか。そう言ってあの人は腕まくりをしながら台所へ消えていくんでちゅ。なんてちょっと贅沢でちか。今の私は夢を見るくらいしかできない。うん、私はなんて身勝手な女なんでちょ。あの人は夢も見られないかもしれないのに、もし神様がいて願い事を叶えてくれるなら、私は霧島彩の妹でもなく、 N ガールのノーナンバーでもなく、普通のただの女性としてあの人の前に立ちたい。そして平凡でも退屈でもいい、あの人のそばにいたい。あの人を救いたい。早く来て、私が私で亡くなる前に、あなたを忘れてしまう前に、私がお兄様の中に消えてしまう前に。どうちまちか？
日待ちか？後悔しないでちゅね。セーブしまちゅ。セーブしまちた。どれ日待ちか？